一人じゃないから、一人じゃないから、美しいあなたの笑顔見せて、隣にいるから、隣にいたいから、その涙が乾ききるまで話聞かせて、一人じゃない。おー、はい、皆さんこんにちは、ニューボールバッテリーです。ケッです。はい、翔太です。はい、どうも皆さんこんにちは。はい、今日はですね、ちょっとスペシャルな場所からお送りしてるわけなんですけれども、こちらのこのシンバルとかあんだよ、お前。かっこいい機材がね、かっこいい機材があるんですけど、はい、今回ですね、私たちちょっと朗報がありまして、はい、アクセラレータっていう、まあファーストテイクみたいなビットスターのなんか歌うやつに今回出させていただくことになりました、はいはい、ということでですね、僕ら2人で1曲歌うんですよ。そうですよね。はい、ですが、問題があります。だめ、自信がねえ。自信がねえということで、はい、いや、本当にマジでやばいんだよね。あの、一発目にカスコンネとか出たんだけど、うん、普通にバリ歌うまい。そう、あんなふざけてるくせにさ、歌ったらうめえの、あいつは。エストリーみたいなやってるのにね。そう、そう、だから、マジで、俺、これやばくねっていう風になってしまったんですよ。はい。でですね、ちょっと、やっぱ自分たちだけではですね、ちょっと歌を上手くなるのはなかなか難しいということでですね、はい、今回ですね、ちょっとご協力していただける方をお呼びしてるんですけど、はい、なんかちょっとあまりにもとんでもなくビッグすぎて、はい、ちょっと僕はビビってるんですけれども、ね、ちょっとではお呼びしたいと思います。早速ね、早速、はい、はい、ではお願いします。本日のゲスト、この方でございます。クリスタル K でーす。はーい、ゲームでーす。クリスタル K さんに本日ご協力をいただいて撮影をしていくという形になります。はい、ちょっと手汗やばいです手汗やばいですちょっと今回ですね、はい、クリスタル K さんには、僕らの歌唱力、を底上げしていただくという形になります。はい、底上げですね。はい、はい、わかりました。いやー、もうちょっと本当に、いや、僕すごい昔から歌を聴いてたんで、あー嬉しい。本当にあの、僕みんな知ってると思うんですけど、音大なんですけど、のだめカンタベルやっぱみんな大好きじゃないですか。で、僕ものだめカンタベルアニメめちゃくちゃ大好きだったんですけど、それのエンディングを、そうですね、こんなに近くでっていう、はい、曲ですね。普通にその街歩いてて聴くみたいな。そう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 。あ、そんな感じでした。あ、もう、うん、耳にこびりついてますよ。へえ。嬉しい。歌ってもらったらいいですか。考えてみます。それはまた別途ギャラが必要になる。いやいやいや、そんなことない、はいはい、ということで、僕らちょっとまだ曲も決めてないので、はいはい、僕らのまずは基礎レベルを、クリスタル K さんに見ていただいて、はい、はい、で、曲をちょっとこれいいんじゃないのって決めていただいて、でそれで2回撮影していただけるということなんですけども、はい、1回目までにちょっとレッスンしていただいて、はい、あんたたち、ここダメよみたいな言いますよ、結構。あ、本当に？怖え！バシバシ縛いていただいて、課題もらって2回目に、僕ら持ってって、それで、最初調整してもらって、僕らアクセラレーターに臨むという形に、はい、今日厳しいと俺次回来なくなる。いやいやいやそんななんかスパルタみたいな感じじゃないあ、本当ですか。多分僕らの高校の時の先生なんかスパルタすぎて指揮棒飛んでくると思う。それはないっす。何飛ばそうじゃいやでも大丈夫ですよ、うん、ベレー棒飛んでくるかもしれない。ベレー棒痛くないです確かにということで、じゃあ今回クリスタル K さんコラボということで、はい、お願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃ早速やっていきます。シャウイエイイエイ。はい、いやいや緊張しないで、はい、もう気持ち、私がいないと思って、はい、じゃあカラオケにいる感じで歌っちゃってください。はい、じゃあ、中島みゆきさんのミト。おぉ、いいっすね強くね強いじゃあ歌わせていきます。はい。なぜ巡り合うのかを私たちは。え、めっちゃいいじゃん。本当ですか。いやいや、うん、高い音が苦手で。いやでもすごい、あの声の出し方とかトーンとかすごい素敵ですよ。本当ですか、うん、ありがとうございます。意味なんかないた暮らしがあるだけ、ただ腹を空かせて。もういいですよ。え、いいですか。うん、オーディションの時みたいな緊張感が。あ、それでもう楽しんだらもうそれでいいと思う。あ、カラオケでいいと思いますか。そうです。あ、なんだなんだ、どう思いますか。栄光の架け橋いけると思います。2人で、2人で、だからハモリになるんですよ。あ、そっか、いけんじゃない。
行きます、うん、高いよね、でも靴もの、まあ、だよ、上の方。一応この間カラオケで声は出たって感じですね。でもね、でもね、オリジナルと同じキーじゃなきゃいけないっていうルールはないから。確かに、あ、それは自分が合う、自分が出しやすい、歌ってて気持ちいいところを選んで、はい、うん、全然キー変えてもいいと思います。成り行きで栄光の駆け足となりました。よろしくお願いします。楽しく歌おう、楽しく歌おう、はい、楽しく歌おう、栄光の駆け足NHK みたいな。駆け足はでも一応馴染みがあるというか、なんかそうですね、世代なんで、僕らなんで。覚えます。はい、あ、はい、でも全然できてたから、うん、ハモリの方がいいかもしれない、うん、ハモリの方がいいと思う。高いと思う、高いけど、あ、でも練習して、ちょいちょい音程が不安定だったり、やっぱちょっと上ずってる、シャープしてたりはしたんですけど、それ以外は全然。翔太さんはもうちょっとなんかふってお腹にちょっと踏ん張るみたいな感じで、お腹に力入れて、そうそう、どうつってもっとパワーを、うん、なんか自信をもうちょっと持って、はい、うん、歌えばいいと思います。ビブラートとか一回ちょっと頭から外して、はい、ダララダダダダって、もうその楽器弾いてるみたいに、とりあえずその音符をまっすぐ歌って、そこでちょっと音程をちゃんと乗せれるように練習してもいいかもしれない。なんかテクニックとか考えてもね、多分曲にめちゃくちゃ慣れて、ほんでもう歌詞見ないでも歌えるやぐらいの時に、その時にどんだけ自分が力入れないで歌えてるかっていう違いがすごい分かると思う。はい、まずは歌詞を覚えておこうか。多分不安要素があるとさ、あ、そうですね、変に考えたり力入っちゃったりこうなっちゃったりするから、それをなるべく取って、はい、って感じ。やっぱり楽器、音楽に触れてるから全然多分音楽心っていうのはあると思うんで、はい、あとは練習です。はい、練習します。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう練習がね、大事なんだよな。音出してないね、これ。はい、しまいね。はい、苦しみの先
満ちた空へ。めちゃくちゃすごいっすね。いや、超頑張りました。いや、クリスタル K さんに仕込んでもらったんで、俺ら。へぇ、すごい。俺、クリスタル K さんの弟子っすよ。弟子なんだ。弟子っすよ。勝手に。俺らパダワンですから。マスタークリスタルに俺ついてるパダワンだから絶対紫色のライトセーバー。え、味すごいっすね。いや、めっちゃ頑張りました。すごい、ありがとうございます。この社員のイケメンお兄さんが褒めてくれました。逃げちゃったってことで、練習 Day 2でございます。よろしくお願いします。お願いします。僕たちこの日のためにめっちゃ練習してきたんです。おー、はい、聞いていただければ。でもちょっとハードルを自分で上げるのはちょっと怖いな。焦ってさっき練習してた。焦っていかないとか言ったら自分で上げちゃう感じですね。はい、まあ、つかないかもしれないですけど、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一回通して歌わせていただきたく思います。はい、はい。はい、ということで当日の朝というか昼になりました、はい、おはようございます。今日が本番なので、はい、頑張りましょう。頑張っていきたいと思います。スタジオです。スタジオでございますが、はい、そう、新年だから、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。
はい、ご覧くださいということで、私たちのボックスカラーは黄金です、ね、いいですね。ポテトの称号を受け継いでいる俺らはぴったりじゃないですか。見てるような感じで実は買ってみてる、はい、っていう感じですね。はい、ということで本番ですので、なんで笑ってんだよ。じゃあやばいサラリーマン思い出した。いやいや、思い出すとこおかしいから殺すっていう。ショートコントやばいサラリーマン殺す。はい、ということで、はい、今から本番のようなので行きたいと思います。行きましょう、レッツゴー。いくつもの日々を一旦終わってないよ。一旦休憩。勝手に休憩。いやでもね、違うね。普通に歌うのと。マイクを持たないっていうのはね、新鮮すぎてやばいんだよ。ああ、なるほどね。俺すごいさ、マイクないとさ、こっち使わなくていいから脱力できて、歌いやすい。見てマイク。慎重さ。おい。俺っていう字って見つかない。ラモンズ。これめっちゃ書きやすいんだけど。自分の名前書いて。名前でいいのこれ。サインじゃない。もう俺名前書いちゃったな。みんな名前書いてたもん。おいおいおい、やめろよお前。じゃあ俺も下にサイン書いて。書けましたで。あら、誰だよこいつ。誰だよ。しまっても知らないおじさんに道を聞くよ。もうガキじゃない。あらカード関係が違法じゃない。嫌がられるだけ。あらこのセリフめっちゃ好き、はい、子供はさ、知らないおじさんに道聞いちゃダメって言われる。ガキじゃないから自分のおじさんなの。これで次のアクセラレーターの収録に来た人が、誰これちょっと一瞬回してみて、で ノートをどっか一回開いてもらって、悔しくて眠れなかった、進めばいい栄光の架け橋
クセラレータの撮影裏でございました。はい、いや、はい、頑張りましたね、本当に頑張りましたね、頑張りました、いや頑張りました、それプラスアルファ本当にクリスタル K さんありがとうございました、ありがとうございました、おかげさまでもう非常にいい、気持ちで歌うことができました。まあね、まだまだ自分たちもね、歌に目に関しては課題が多いから、はい、これからもっと努力して一流の歌手になっていきたいと思います。歌手になるんですか？あります、違うっけ、じゃあ M ステで会いましょう。はい、はい、ということでございました。この動画が少し面白いなと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまたね。